ライター、ライターと。あれ？すみません。ああ、すみません。お客さんですか。どうぞどうぞ。あの。はい。スカイファイナンスってこちらでよろしいんでしょうか。ええ。ああ、ここちょっとわかりにくい場所ですもんね。どうぞどうぞ、おかけください。はい。はい。ご融資のご相談でしょうか。まあ、あの、はい、タバコ吸ってもいいでしょうか。はい、どうぞどうぞ。すいませんね、接客はいつもジムの女の子に任せっきりなもんで、こういう時気が利きませんで。どうぞ。すみません。あの。はい。それでご融資の件ですが。あ、はい。それなんですが、あの。こちら、あの、保証人や担保なしで無制限にお金を貸してもらえるというのは本当でしょうか。無制限ですか。どちらでそのような話を。言えないと。まあいいでしょう。多分あなたへの融資を断った同業他社の方にでも聞いたんでしょうから。うちの店は金貸せないけど、あの店なら貸してくれるかもよって。どうせ他にもいろいろ吹き込まれたんでしょう。うちの店は同業の人たちにはあんまり評判よくないでしょうからね。
で、おいくらほど必要なんですか？あの…あの、ライターお借りしてもいいですか？ええ、どうぞ。大女優。あ、ん？あ、いや、カムロ町にしては変わった名前のお店だなと思いまして。今、あなたが働いてるお店のライター？あ、いや、そうではないんですけど、以前、そのお店にお世話になっていたことがありまして。そっちの業界長いんですか？ええ、まあ、それなりに。で、いくら必要なんですか？え、とりあえず、いくら貸してほしいのか言ってくれなくちゃ、こっちも話のしようがないんで。現金で1億円、10日以内に私に融資していただけませんでしょうか？1億ですか？はい。保証人は？いません。担保も？ありません。保証人なし、担保なし、それで現金一括で1億円ね。あんたさ、自分の言ってることの意味分かってんの？やっぱり無理ですよね、そんな話。そうですよね。すみません、私どうかしてました。この話忘れてください。お時間取らせてしまってすみませんでした。それじゃあ。ちょっと待った。貸さないとは言ってませんよ。ま、ゆっくりお茶でも飲みながらお話ししませんか？以上が当店からの条件です。テストに合格しなければ融資することはできません。さっき10日以内って言ってたけど、つまりあなたすぐにお金が必要なんだよね？はい。急いでるんだよね？はい、そうです。でもテストに受からなかったら時間の無駄遣いになっちゃうわけなんだけど、どうします？それでもテストの方受けてみますか？はい、やらせてください。本当にいいんですね？私にはもう他の選択肢はないんです。お願いします、そのテスト受けさせてください。
それじゃあ明日ご来店お待ちしてます。お名前聞いてもよろしいですか？リリーと言います。リリさんですか？それは本名？それともお店の名前？言わないとダメですか？いえ、いいです。明日のご来店お待ちしてます。